そう、しっかり刺すのって意外とね、ま、あの手気をつけてくださいね、ケンちゃんね、怪我しないように。まっすぐ刺しといて傾けるといいです。うん、最初から斜め刺さないで、切り口はまっすぐで、まっすぐ刺しといて傾けるといいですね。なるほど。風船花って何があるんですか？冬だと、ちょっと聞いてみましょう。いろいろ聞きたいですね。傘玄関に置いたよ。傘持ってきちゃった。もう使いこなしてるよ。微量にした。全然本番は違うんだねって。これ沖縄の職人さんが、三線の職人さんが作ったやつ。裏開いてるんだ。そうそうそう。だからそこにアンプ入れるとエレキに三線にもなる。ギターとか全然できないんです。大丈夫大丈夫大丈夫。ブイーンって動かせば。なんかみんなそれぞれすぎやしないですI'm not sure.